こんにちは、久しぶりです。はい、ゆかねえのハッピーライフリスタートが開始されました。はい、カネとともに始まりましたね。はい、この番組では、人生はリセットできないけど、人生はより良い方向に進めることができる、大事なのは今の現状を受け入れてリスタート、できる限りベストを尽くす、そんな番組になります。ありがとうございます。はい、まずこちらの紹介をさせていただきます。鳥越あずーり FM をご覧の皆様へ、当局はコロナ間での開局をいたしたため、スタジオ内は窓があります。放送中に、緊急車両、今ね聞こえていると思うんですけれど、緊急車両の通行や台東区のアナウンスの音声が入り、放送中お聞き苦しい点もございますが、ご了承ください。ありがとうございます。はい、それでは今日はイケメンのね、若い男の子が隣にいるんでちょっと緊張してるんですけれども。はい、株式会社クリアソン、クロスセールスマネージャーの、藤林くんです。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。はい、株式会社クリアソンさんって、どういう会社の前に、はい、藤林くんがどういう子なのかっていうのも、自分で自己紹介お願いします。はい、わかりました。はい、じゃあまず自分の自己紹介から、はい、1995年生まれで、はい、今28になった年ですね。はい、でずっと滋賀で育ってきたんですけど、大学からこっちの方に、東京の方に来ていて、はい、そこからまあインターンとかもしたりしながら、あとサッカーをずっとやったっていうところもあって、サッカー関連のこうサークルとかに入ったりとかもしながら大学生活を過ごして、はい、で IT 系のベンチャー企業に行ってですね、はい、そこから今の会社で働いているっていう形になります。なるほど。はい、はい、ありがとうございます。もうね、今日は安心してお任せできるっていう感じなんですけどね。はい、ありがとうございます。クリアソンさんは、はい、どのような事業をなさっているかっていうのをお聞きしてもいいですか。はい、はい、ありがとうございます。大きく言うと3つやっていてですね、はい、まず1つがですね、クリアソン新宿っていうサッカークラブの経営をやっております。はい、でプラスで2つやっていて、キャリア支援事業っていうところと、はい、研修イベント事業っていうところ、この3つをやっていってます。まあ、ちょっと特殊なんですけど、サッカークラブが、主体なんで、サッカークラブが自分たちで事業をやっているっていう形っていうふうに思ってもらえると分かりやすいかなっていうふうに思ってます。なるほどですね。はい、ありがとうございます。なんかね、今すごいですよね、盛り上がっていて。ありがとうございます。はい、巷では限りぐらいだと思うんですけど。そうですね、いやいやいや、すごいですよね。まあ、じゃあこのクラブチームのね、理念とか、はい、ビジョンとか、どういったチームなのかっていうご紹介をお願いしてもいいですか。はい、ありがとうございます。はい、まず僕たちの会社はスポーツの価値を通じて真の豊かさを創造し続ける存在でありたいっていうところを大事にしてるんですけど、うん、まあ、冒頭にあったようにですね、スポーツの価値を通じてっていうところを大事にしています。うん、はい、でサッカーっていうところを、サッカークラブの方では手段に世の中を豊かにしていくっていうところにこだわっていますし、その中でキャリア支援事業とかはですね、大会学生っていうところを募集団に持ちながらですね、いろんな企業さんに対して人材紹介とか、イベントだったりとかやりながらですね、採用の支援をさせていただいているっていう形になっています。でこれもやっぱりスポーツの価値っていうものをこうよりよく企業だったりとか就活をしてる人だったりとか人生に役立ててほしいって思いでやってたりしています。あと研修事業ですね、研修イベント事業もスポーツの価値を通じてっていうところを大事にしていて、うん、日本ブラインドサッカー協会さんっていう、ブラインドサッカーっていうパラリンピックとかでもあるスポーツなんですけど、はい、そういった協会さんと一緒に組んでですね、研修事業っていうところもやっていて、うん、まあ資格っていうものをオフにした状態、いわゆる人って情報の8割を視覚から得ていて、2割のコミュニケーションとか、そういった2割が別から得てるっていうところなんですよね。で、逆にアイマスクとかをした状態でのその2割のコミュニケーションっていうところの、ところからこういろいろ紐解いていって、チームビルディングとかダイバーシティとかコミュニケーションっていうものを学ぶ研修、これをまあ年間100社さんぐらいにやらさせてもらったりとか、あとはトップアスリート研修って言って、今までトップアスリートで活躍してきたですね、オリンピックの出た選手だったりとか、まあ元プロサッカー選手
手、プロラグビー選手、いろんな方々と一緒にですね、企業向けの研修っていうところを、まあ、講演会にはならないようにオーダーメイドで、企業さんの課題に合わせたこうエピソードだったりとか、それがビジネスとどういったタイミングでどういったお話になるのかっていうところを紐解きながらやっていくような研修とかもやったりしているっていう形です。はい、ありがとうございます。すごいですね。ちょっと特殊なクラブだなっていうふうに自分たちも思ってますね。そうですよね、はい、なんかあのいろいろ私もあの今日ゲストに来ていただいてね、あのいろいろ拝見させていただいたんですけど、その中で事業の一環として、はい、新宿を、はい、主体として、何でしたっけ、活動新宿を主体として活動しているサッカークラブ。そうですよね、はい、はい、なんかそれを見てわすごいと思ったんですけど、はい、ありがとうございます。ちょっとそこを掘り深く、はい、あの写真を見ながら説明をしていただけるといいかななんて思うんですけど、いかがですか。はい、はい、大丈夫です。はい、じゃあお願いします。ありがとうございます、はい、そうですね、まあ、僕たち、サッカーチーム新宿で活動していてですね、はい、もう少しだけちょっと詳しくお話させていただくと、はい、今23区内だったりとか都心って言われる、うん、まあ、都心ってどこかっていうとですね、はい、まあ、港区とか渋谷区とか新宿とかそういったところですね、うん、あの5区って言われるところですけど、はい、そのところには今サッカーチーム、プロサッカーチームって言われるの J リーグのチームがないっていうのが日本の現状です、はい、でその中で僕らは新宿ってっていう、まあ、今までこう J リーグができて30年間なかったっていう場所、うん、チャレンジすると結構バカげてる話ではあると思いながらも、あえてここでチャレンジをしているっていうのがあってですね、はい、で新宿って本当にいろんな人たちがいる場所だなっていうふうに思ったりするので、はい、あの例えば歌舞伎町にはホストの方だったりとか、はい、お水の方だったりとか、はい、いらっしゃれば2丁目には LGBTQ の方々もいらっしゃいますし、はいはい、あとは、西新宿にはビジネス街がありますし、うん、新大久保、大久保みたいなところにはこう外国人の方がたくさんいらっしゃったりとか、はい、あとは駅前とかもそうですけど専門学校とか、うんうん、あとは早稲田大学とかもそうなんですけど学校さんも多くあったりとか、はい、まあ、いろいろな人たちがたくさんいらっしゃるっていうところがあってですね、はい、でそういった方々とともにこうかいろんな社会課題も抱えている場所でもありますし、だからこそいろんな価値も抱えているし、うん、かついろんな人たちがいるってインパクトも残せるっていうところで、うん、今新宿っていう場所でサッカーチームやってるんですけど、はい、でその中で僕らとしては、はい、あの、はい、すみません、さっき出してもらったですね、ポスターのですね、はい、で僕ら、はい、そうなんですよ、3ヶ月に1回ぐらいポスター撮影をさせてもらっていて、はい、下に試合日程が入っているっていうところで、はい、いろいろやってるんですけど、この写真はですね、はい、歌舞伎町にあるバッティングセンター、あ、ありますね、はい、結構有名なやつがあると思うんですけど、はい、そこを舞台に撮らさせてもらっていて、はい、本当にかっこいい方が何人かいらっしゃるなだったりとか、特徴的な人が見えるかなっていうふうに思うんですけど、はい、あのホストグループの方々ですね、スマッパグループっていうホストグループの方々が、はい、左手前いるのから、ホストスマッパグループっていうホスト部の社長の方で大崎なるみさんっていう方なんですけど、はい、だりとかど真ん中にはこうホストクラブで今現役で働いてらっしゃる方に来ていただいたりとか、はい、このアイドルっぽいですね、はい、コスプレしてるのがですね、はい、コンカフェの女の子だったりとかっていうところで、普段あの僕がちょっと別でいろいろ活動しているところもあって、はい、グリーンバード歌舞伎町っていうゴミ拾いの団体のリーダーもやったりしてるんですけど、すごいですね、そことかでですね、はいはい、一緒にゴミ拾いをしているメンバーでもあったりしたんで、出演の方をご依頼させてもらって撮ってて、あとうちの選手が、はい、写っていますし、あとなぜか私も後ろの方で8匹で写ってるっていうのも、そうなんですよ、あの後ろで8匹で、そうなんですよ、朝早くて前日歌舞伎町飲んだってなって、僕ちょっとむくんでるんですけど、はい、イメージが違う人だった、はい、すごいですね、ありがとうございます。それ以外にもなんかいっぱい見たんですけど、そうですね、いくつかあって、ここはですね、思い出横丁ですね、で有名なところですね、撮らさせてもらったものがあったりだったりとか、うんうんうん、他にもありそうかな、あ、これは国立ですね、国立で、撮ってる写真があったりとかですね、はい、国立で試合をもう2回ほどさせていただいたりもするので、はい、そのために撮った写真があったりだったりとか、
すごい。はい、あとはこういった、ここは丸井の屋上ですね、丸井さんの屋上で撮ってるんですけど、新宿をこう象徴するような、うん、後ろにやっぱり、ね、はい、建物があるかなっていうふうに思うんですけど、ね、はい、ただ大事にしてるのは、うん、大体こう新宿まあサポーツチームとかだとやっぱりこう選手とかがこうメインに来ることが多いかなっていうふうに思うんですけど、当然やっぱり選手のことをしてもらいたいっていうクラブの事情があったりもしますし、やっぱそこがポイントではあったりすると思うんですけど、はい、うちとしてはこう新宿の名所だったりとかっていうところで撮ったりとか、あとは地域の方々もこう出てらっしゃる、うん、ホストの方も出てましたし、はい、さっきの丸井さんの屋上のところだと地域でこう根強く活動されてる方々にも出てもらったりとかしてたりとかしてて、やっぱり地域との関わりだったりとか、やっぱり新宿っていう中にですね、どうこう僕たちが入り込んでいけるのか、一緒に入和していけるのかっていうところを大事にしてるっていうところですね。で、新宿で象徴的な絵があったんで、さっきこの次に出してもらった画像とかだと、これですね、すごいですね。どこですか、これ。小笠原伯爵邸っていう場所があって、ここご飯とかも食べれるすごい素敵な場所なんですよね。という時にこう僕らのこれの宣伝効果どれぐらいあるかわからないですけど、クリアソンは新宿で撮ってるらしいっていうところから、はい、あれこんな素敵な場所新宿にあるんだみたいなところになって、はい、逆にここに行ってみたいって言ってくださってるファンの方々もいらっしゃってっていうところで、はい、僕らって言ったら新宿っていう街に本当に乗っかりながらこうやってポスター載せてもらったんですけど、逆にこう新宿っていう街の新たな素敵なポイントっていうところも、はい、こう伝えられるような作品にもなってきてるのかなっていうふうには今思って、ありがたいなっていうふうに思っています。そうですね、はい、なかなかこういうのって今ね、やっぱり先ほどもおっしゃったように選手がこう前に出てっていうのがほとんどポスターですよね、はい、なのに全然違うからびっくりしちゃってわあすごいと思いながら感動して見てましたありがとうございます、はい、そうですね、で、ちょっとホームページを見せていただいて、ありがとうございます、はい、メンバーシップですね、はい、メンバーシップこちら新宿のところのページが一番なんか象徴的なんですかね、うんうん、ここですね、はい、まあいろいろあるんですけど、まあじゃあポスター関連っていうところで下の方を行ってみますか、はい、そうですね、ありがとうございます。ここには新宿の魅力がいろいろ書いてるんですけど、ここですね、この紫は何ですか、はい、新宿でですね、はい、まあ、新宿だけに限らないですけど、さっきのポスターを貼らせていただいてるリストっていう形になっていて、はい、すごいですね、はい、上の方に文字がちょっと書いてるんですけど、クリアソン新宿のポスターを貼っていただいている企業、うん、飲食店、うんうん、そして地域活動の実施がマッピングされていますっていうところで、ぜひ足を運んでみてくださいっていう形でやってるんですけど、はい、本当に日々いろんな形でこう応援いただいていて、クリアソンのポスター貼るよっていうお話もすごいいただいてるりするので、はい、あいた僕らとしてはこう新宿っていう街っていうところを主体に、僕らとしても少しずつ紫色に、はい、変えられていったら嬉しいなっていうふうに思ったりもしているので、まあ紫色が街にこう入っていってくれれば嬉しいなっていうふうに思っているので、はい、こうやって貼らさせていただいているところをもうマップ形式にして、逆に言うとこうファンの方々がですね、はい、選手とかがここによく来てるんだよみたいなところが、まあ言ったらこう貼ってあるわけなんで、はい、こういったところから聖地巡礼じゃないですけど、はい、ご飯食べに行ってもらったりとか、はい、そういった形になれば、なんか僕らとしてもすごい嬉しいなっていうふうに思って、こういった形でさせていただいてます、はい、素晴らしい、なんかお店のね宣伝にもなりますしね。そうですね、はい、こうやっていろいろ見るとあどこだろうなってやっぱ見たくなりますよねそうですね、これは何だろうとかって言ってね、ありがとうございます。いやすごいですね。あとあれなんですよ、うち3ヶ月に1回ポスターを、うん、大体3ヶ月に1回ぐらいの周期で変えていくんですよね、はい、で、ここに載ってる、飲食店さんとかにですね、うんうん、選手がこう3ヶ月に1回訪問してですね、うん、ポスターを貼り替えに行くんですよね、直々に行くんです。そうです、はい、っていうところを大事にしていて、そうすることによって選手とこう飲食店だったりとか、はい、うん、やっぱり街の人とのやっぱり交流がね、やっぱりこう1回とかじゃなくて年に数回会うとやっぱり全然違うじゃないですか、うん、そうですよね。っていう時にやっぱり街の人たちが普段こうやって来てくれてるから応援したいって言って来てくださったりもしますし、うんうん、うちの選手もこうポスターを貼りに行きがてらですね、うんうん、当然ここでランチをしたりとかして、はい、こうお店の方々と仲良くなってですね、で試合見に来てくださいって言って、その選手がまた街でそこで頑張るだったりとか、やっぱり飲食店の思いだったりとか、はい、地域の思いを背負って立ってるっていうところはうちの選手の大きなところかなっていうふうに思ってます。すごい、すごいしか言えないですねえ、なんてチームいいんでしょう。いや
内情は泥臭いですけど、いや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 、もうね、なんかあのうちの息子のね、あのお友達がね、はい、あの池谷ですね、池谷君っていうのは、はい、あの魂ってそうです、ね、走り続ける選手でね、はい、魂っていうところでも熱いこうだっていうのをちょっと聞いておりましてですね、はい、そうですね、はい、であの移籍する時もやっぱりあの会社の理念とかビジョンとかそういう部分がすごく惹かれたっていう話をちょっと聞いたんですね、はい、なんですごい興味深くて、ありがとうございます。いや、素晴らしいチームですね。そうですね、なんかこううちの選手とかって元 J リーグから、はい、こう J リーグで活躍した選手がこうかなり今うちに来てきていただいてる形なんですけど、はい、あの J リーグっていうところでまだまだ契約できた選手とかも、うん、うちのこう思いだったりとか、はい、サッカーを使って世の中にこう豊かにしていくっていうこの思いっていうところに賛同してきてくださってる方々多いので、まあ、意見はまさにそうなんですけど、はい、うちで本当にこう前で走って、うん、やっぱりこううちとしては地域の人たちを豊かにしていくっていうところがあるんで、やっぱりイケアとかが本当に前線から走る姿勢とかっていうところで、はい、明日から頑張ろうって思えるのはやっぱ試合を僕らとしては勝ち負けよりも見せなきゃいけないっていうふうに思ってるんですけど、それを体現してくれてる選手だなっていうふうに思います。ですね、はい、素晴らしい選手でね、あと浅沼さんってね、今 ね、あのゴールキーパーの成功、はい、キーパーを今やられてると思うんですけれども、はい、浅沼さんもあのすごいキックがすごく上手だっていうのを、そうですね、はい、あの前のチームで、はい、あのうちの息子と一緒に、はい、プレーさせていただいてて、ね、いたんですけど、ああそうですね、はい、ありがとうございます。彼もすごいいい選手で、はい、はい、あのお話はちょっと今日聞いてきました。はい、こうやってうち、まあ、あのイケアもそうですし浅沼もそうなんですけど、はい、選手っていうところはこう正社員でうちに入っていて、はい、まあ、なかなかサッカーチームはない形だと思うんですけど、はい、で朝から夕方までは仕事をしていて、はい、うち事業部をいくつか持ってるんでそこで働いて、で夜は練習をして土日はサッカーをするみたいな、試合をするみたいな形でみんなで頑張ってはいるんですけど、うん、浅沼ともですね、はい、まあ、それこそプレーではキックだったりとかシュートストップっていうところで、はい、今4連勝を挙げてるんですけども、はい、そのうち 3勝は、うん、無失点で来ているっていうところもあって、はい、浅沼中心にこう戦っているんですけど、で普段 あの仕事の場面はですね、はい、聞きたいです、はい、パートナー営業っていうところで、はい、こう写真がドンって出てるかなっていうふうに思うんですけど、はい、あの私も同じ事業部っていうところで、はい、まあ、細かく細分すると少し違うところはあるんですけど、はい、浅沼と一緒にですね、はい、あの企業さんに行ったりだったりとか一緒にして、はい、で一緒にこう営業したりだったりとか、うん、今後どうやっていったらもっとこうパートナーの企業さんの従業員の方々と一緒に、はい、あのサッカーっていうものを浸透させたりだったりとか、パートナー企業さんを元気にできるかとか、うん、どうやったらこう皆さんがよりファンになってもらえるんだろうねみたいなことを企画して動くチームなので、浅野はそこでこうやっぱりいろんなファンの方々っていうところの顔が見えたりするんで、はい、試合中もこう観客席を見ればもうほぼ知ってるっていう状態でプレーできてるっていうところが嬉しいなっていうふうに言ってましたね。はい、素晴らしい選手でね、もう笑顔が最高に可愛いと思って、ね、可愛い、そうですね、もう息子と同じですからね、可愛いになりますね。確かに、はい、それこそイケアなんかはキャリア事業部で、はい、今バリバリエースとして活躍していて、はい、あの試合の方でもそうなんですけど仕事の方でも、うんうん、あのリクルーターとしてですね、はい、キャリアアドバイザーって学生との面談っていうところをやりながら、はい、企業の人事の方に おつなぎさせてもらって、企業の人事の人からやっぱり採用っていうところが決まればっていう形のこうビジネスモデルなんですけど、このところでイケアはこうキャリアアドバイザーとして学生との面談っていうところをかなりしていて、はい、でかなり企業さんに対して貢献できているっていうところで、そちらの方の事業側でもエースとして今活動しているので、素晴らしい。イケアプレースタイルは一緒ですね。あ、一緒ですね。プレースタイルは一緒です。やっぱ魂いて、魂ですね、であの本当に相手のここにもう本気で土正面から向き合って、そうですよね、はい、もうグーっていってもうずっと走り続けるっていうのが、試合見に行って本当にオープン戦私見に行ったんですけど、はい、待ってみたいな仕事ももうまさにそうで向き合って、うん、だからイケアファンの、学生もかなり多いっていうふうに聞いてます、はい、でしょう、はい、暑いですよ、はい、ありがとうございます。先ほどもねちょっとお話に聞いたんですけれど、
選手の方たちが社員として仕事をしながら、はい、プレーもするっていう、はい、システムになっているっていうのを聞いたんですけど、まあ、それ以外に、会社の方でなんかこう、こういうふうに今後やっていくよとか、なんかそういう、ありがとうございます、はい、今やってる活動でも全然大丈夫なんですけれども、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとうちの会社がいろいろやりすぎていて、はい、整理して説明するのはすごい難しいなと思いながらも、はい、お話しさせていただくと、はい、やっぱり選手、スポーツ選手のやっぱりセカンドキャリア問題とかってはすごいこう問題になってるというか、はい、結構言葉を聞くこと機会が多いかなっていうふうに思ってるんですけど、うちの場合は正社員でこう、はい、雇用しているので選手辞めた後もうちで働けるっていうところもあるんですけど、はい、いやそもそも選手も働きながらサッカーをすればいいじゃないかっていうところもやっぱりあってですね、はい、デュアルキャリアっていうふうに僕は言ってるんですけど、普段はこう働きながら、うん、でやっぱイケアとかもですね、はい、普通のビジネスマンとしても戦っていけるぐらいの今能力はあると思いますし、はい、とはいえそういったところをやってるからこそこうサッカーにも生かされてだったりとか、うん、やっぱ学生の子が見に来てくれてパワーになったりとかっていうところでやったりはしてます。であとは地域の方々と関わっていくことによって、はいまあ、国立で試合もさせてもらった時もかなりの数の方々に来ていただいたんですけど、うん、それをもうあれですね、選手が一つ一つこうチケットを手売りで売ったみたいなところがあったりしてたので、もうポスターをね自分で配りに行くっていうところもありますからね。一応10月9日と4月9日に試合をさせてもらったんですけど、はい、10月9日の方ですね、去年の方は、はい、1.6 万人超えのこう方々に来てもらってですね、はい、で JFL 史上最多の、うん、観客動員数と、うんうん、まあ、J3 の最多も抜いていたっていうところもあって、すごい、はい、でとはいえこうカズさんが、はい、金カズさんがとの試合だったのもあったんで、鈴鹿、鈴鹿ポイントゲッターさんに金カズさんがいらっしゃったタイミングでもあったので、はい、まあ、そういったところも僕らたちもうまく、はい、こう試合をこう重ねさせてもらってやらさせてもらったっていうところもあったりしたんですけど、はい、とはいえこう選手がこう手売りで打ったっていうところもあってですね、やっぱり選手がこう 1.6 万人を見た時にほぼ分かるみたいな状況だったりした時には、やっぱりこうその力がかなり後押しされたっていうお話とかは聞いていてですね、まあ、なかなかこうやっぱりプロの世界とか J リーグとかだとですね、はい、そこのやっぱりこうファンを自分でこう手売りで集めるって結構ないんで、そうですよね、はい、別にどっちがいいとか悪いとかは全くなくて、僕らそういったやり方しかできなかったってもあるんですけど、とはやっぱりそれが選手の力になったっていうところはすごいいいことだなっていうふうに思ってますね。なんかファンの人もすごい近いから、逆になんかもっと応援したい、もっと頑張ってほしい、はい、もっと広めたいって思いますよね。そうですね、はい、そう言ってくださってる方々多くて、やっぱり選手が働きながら夜練習して土日試合してるっていうところにも、こう自分を重ねてくださる方々もたくさんいらっしゃって、はい、なんか私とかだとこう朝から夕方まで働いて、その後家帰って寝るので必死なのに、この後練習に行くんですかみたいな、なんなら土日はあんなに走ってるんですかみたいなっていう時に、私ももっと頑張らなきゃだったりとか、その姿見て明日から頑張ろうって思いたいみたいなことを言って、その方々がまた仲間を呼んでくださってるっていうところもたくさんあるなっていうふうには思ってますね。いいチームだわもうそれしか言いようがないなんかね、逆にそういうチームだからこそ、まあ、東京のね23区で初めてのそのね、はい、J リーグに向かって頑張ってるチームなんで、はい、この辺でもねぜひスポンサーさんがいらっしゃったら嬉しいですね、もっと盛り上がりますね。そうですね、はい、嬉しいですね。まあ本当に新宿だけじゃなくて、うんうん、遠いところで言うと山形県にもいらっしゃいますし、そうなんですね、大阪にもうちのパートナーさんもいらっしゃいますっていうところで幅広くあるんですけど、はいはい、なんか結構そこはちょっとうちもパートナーさんとやってる取り組みも特徴的なところもあってかなっていうふうには思っていて、うんうん、こうサッカーの試合だけを応援してもらうっていうよりも、はい、僕らこう課題解決みたいなところも結構大事にしているっていうところもあってですね、やってます。大丈夫ですか？むすぎます。興奮しちゃう。喋って。わかりました。じゃあ大きな声で喋っておきますね。そうですね。うちで言うと
新宿っていうところを課題先進地域っていう風に呼ばさせてもらってるっていうところもあって、新宿っていう街の課題っていうところからいろんなプロジェクトやっていってますっていうところで、実は外国人の、住んでる外国人籍の方々はですね、23区で一番多いっていうところだったりとか、新宿区はですね、まあ、さっき言った多様性っていう風に言ってますけど、たくさんの方々、いろんな方々がいらっしゃるっていうところもあれば、あとは、やっぱり子供たちが遊ぶ場所が全然ないだったりとか、あとは単身者の方が多いっていうところは多分こう想像より多いかなって思うんですけど、高齢の単身者の方もかなり多い地域なんですね、新宿って。そうなんですよ。そうなんですか。でやっぱり結構こう課題がたくさんあってですねっていう時に、やっぱり新宿のところでいうと、都心の子どもたちが遊ぶ場所がないっていうところをうまく、どうかしたいって思いで、新宿子ども祭りっていうところを年4回ぐらいやってるんですけど、子どもたちがこう集まれる縁日みたいなものをうちのサッカーチームはですね作ってるんですけど、あのフットサルコートとかではサッカー選手、うちの選手とかがですね、あのサッカー教室やって、で近くの、ところ公園なんですけど、近くの場所で選手はね、地元の商店街の人だったりとか、学校とかパートナー企業さん、いわゆるスポンサー企業さんですね、とかがブースを出して、で、こう輪投げ大会もあれば、物を変えたりとか、プチ自由研究みたいなものできるようなブースがあったりとかするような、なんかこう子どもたちが遊べる縁日みたいな場所を年4回ぐらい作っていて、2年前ぐらいはもう50人も集まらなかったやつだったんですけど、今で言うと600人700人ぐらいが来てくれるようなイベントになってきてですね、すごいですね。はい、だいぶ大きくなってきましたし、あとは高齢者のところでも言うと、こう最初は健康づくりっていうところで、うちの選手と一緒にサッカーボーリングっていう、まあサッカーボール蹴ってボーリングするみたいなものだったりとか、体操するっていうものをですね、老人ホームだったりとかシニア館っていう、まあこうシニアの方々集まる学童みたいなところなんですけど、そういうところに対してやったんですけど、今じゃちょっと生きがいづくりみたいな話になってきて、選手がこう行ったことによって選手と触れ合えることが楽しかったりとか、あとは試合会場に行って応援して、でその仲間たちと集まってこう応援できるのが楽しかったりとか、最近で言うと94歳のファンクラブの会員の人がそこから生まれたりだったりとか、はい、あとは前は面白かったのは、老人ホームのその方々とですね、一緒に伊勢丹さんに行って、で外商の方々と一緒と選手と一緒にですね、伊勢丹をこうツアーして、お買い物ツアーみたいなのをやったりとか、すごいですね。まあ本当にこうコミュニティ作りっていうところで、やっぱり孤独死みたいなところとかがやっぱりこう高齢者のところではかなりこう難しいワードになってきてると思ってるんで、そういったものってやっぱりコミュニティっていうものをどう作っていくかっていうところが大事かなって思った時に、僕らはまたそのサッカーっていうものをハブに、そういったことやったりとか、そうですね。なんでこう何の話をしたかったかでいうと、こう課題解決みたいなものっていうところの、まあ新宿には結構今後日本とか東京とか日本とか世界で絶対に来るであろ こう課題っていうところが、まあ先にあるなって思っていて、確かにそうですね。そうなんですよ。これがサッカーを使って僕らが解決とか、そこからさらに価値を創造できるようなモデルを作れれば、これから東京ないしは日本ないしは世界にこうサッカーかけるこう課題解決で、うまく回していくようなモデルを先進性を持って飛ばしていけるんじゃないかなっていうふうに思ってやってるんで、でこうなってくるとですね、東京とか新宿とかそこだけに限らずですね、いろんなこう会社さんとかとお力を借りることによって解決できることもあると思っていて、っていうところもあって、それこそ大阪とか山形とかそういった会社さんとかも一緒にやってくださってるっていうところがあったりするので、あのこれは長くなったんですけど、新宿区だけじゃないですよっていう、あのもっとよろしくお願いします。すごいですね。なんか聞けば聞くほど本当になんかそのサッカーをするだけではなく、はい、地域の方々と、要はサポーターさんと選手の交流を深めながらも、はい、そのサッカーをより皆さんに楽しんでもらいたいっていう場所を提供したりとか、ね、本当に言うことないですよね。いやいや、もう課題は山積みなんですけど、す一つ一つなんかこう頑張ってやってるっていう感じですね。そうですよね、はい、私も今あの老人ホームさんの方にあのエステとか、はい、爪のケアとかで、行くようになったんですね、はい、そうするとやっぱり皆さん孤独じゃないですか。でなんか来てくれてありがとうってすごい喜んでくれることに対して、はい、なんかやっててよかったなってすごい思うんですよ、はい、うん、でだからこそあの今のお話を聞いた中で、あの老人の方たちとそうやって
サッカーを通じて、はい、あのゲームができたりとかってできるのって、うん、本当になんか生きがいっていうやつですよね。はい、そうですね。はい、素晴らしいことしかないですね。本当にみんなで手を取り合って頑張ってるっていう形なんですけど、うん、まあ、うちの場合は本当選手も本当に素敵な人間が多くてですね、はい、やっぱりそういった活動っていうところには意欲的に参加してくれて、うんうん、でやっぱりこうサッカーっていうものをこう世の中豊かにするために使っていくんだっていうところの思いが強かったりするんで、はい、そういった活動っていうところも本当精力的に取り組んでいますし、はい、あと社員もちょっと特徴的で、うんうん、うちの場合だとこう結構、はい、あのサッカーがずっと大好きでサッカーに関わりたいからっていう人間まあいるんですけど、はい、っていうよりもなんかそっちっていうよりもこう、うん、自分たちでビジネスとかをゴリゴリやってきてですね、うん、でその中でこう、うん、ビジネスとサッカーっていうものをうまく使って、うん、いいものを世の中にしていきたいって思いが強かったりとかしていてですね、うんうん、まあ、本当にこう大手の総合商社さんをこう辞めてうちに来たメンバーもいれば、はい、まあ、それこそ官僚を辞めてうちに来たメンバーもいれば、はい、まあ、本当に大企業でバリバリ働いた人間はこう結構うちにいる状態でして、うーん、なのでこうビジネスとか、はい、こうそういったものにこう、 うまく変えていくのも、うん、うまいメンバーが多いのかなっていうふうには今思ってますね。なるほどですね、はい、素晴らしいですよね。なんかのホームページでちょっと順番が逆になっちゃったんですけど、はい、会社の理念とかビジョンとかを多分皆さん見て感じて、はい、今のこういう行動に行ってると思うんですけれど、はい、そこをちょっと、はい、すいません前後しちゃったんですけど全然全然お伝えしていただけたらいいななんて思うんですけど、ホームページをちょっと開いていただいていいですか。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。どこでしたっけ。そうですね、あの、まあ、ここでもいいかなっていうふうに思っていて、あ、はい、あの、まあ、サッカーチームっていうところの、はい、このサッカーを通じて世の中に感動を想像する存在でありたいっていうところでやっていて、事業も結局このミッションっていうところだったりとかっていうところを中心にやって事業展開をしているんですけど、うんうん、やっぱりサッカーっていうものには結構本当にいろんな価値が詰まっているなっていうふうに思っていて、エンタメだけではなくてですね、はい、うんうん、さっき僕が言っていた研修っていう文脈もあれば、はい、人材紹介っていう文脈もあれば、うん、まあ、リーダーシップっていうものもあれば、うん、自分で判断するっていうところだったりとか、うん、本当にいろんな価値が詰まってるなっていうふうに思っていて、僕らはサッカーっていうものを、はい、まあ、要は因数分解して、うん、でそれをこういろんな切り口で持っていますっていうところですね、うん、でそれをいろんな形で事業とかにつなげていったりしてるので、はい、こうサッカーっていうものっていうところをもう少しスポーツっていう風に噛み砕いたりだったりとか、はい、そこからスポーツかけるこう価値創造っていうところから事業展開をしていったりしてるんで、うんうんうん、まあ、結構こうなんだろうな、自由性があるというか、はい、結構カスタマイズがしやすかったりして、で、うん、そういったところにもかなりこう興味を持って、はい、入ってきてるメンバーが多いのかなっていうふうに思ってます、うん、まあ、こう言って言ってる私もその一人でもあるので、そうですね、はい、今この会社でこういろんな事業、実はあの、はい、僕クラブのパートナーさん、はい、いわゆるスポンサーさんで営業っていうところを主にやりながらも、はい、実は高齢者プロジェクトとかも立ち上げたのは実は僕だったりとか、はい、あとは子ども祭りっていうところも去年、うん、とかはかなりこうトップの方でやらさせてもらったりとかもしてましたし、うん、あとは、プロパートナーさんとかといろんなプロジェクトを組んでですね、はい、あのサッカーとあのその企業さんのこう大事にしたいことだったりとかっていうところを掛け合わせたイベントとかを作ったりとかやったりしてるんですけど、はい、そういったプロジェクトっていうところもいくつかやったりとかもしていてですね、はい、あの本当に結構何でも屋さんでもあるんですけど、でもなんかサッカーかける企業だったりとかサッカーかけるこう社会課題だったりとかっていうところで本当に自由なカスタマイズ性があるんで、はい、そこでこうみんなが楽しくあのやっているっていう形になっていますね、うん、いや素晴らしいですね、はい、で、チームの方は、今 JFL、はい、そうです、はい、なんですけど、JFL に上がったのが2年前です。そうですね、一昨年ですね、はい、一昨年で、はい、で、去年は15位ですね、15位ですね、16チーム中15位です。で、はい、だったのに、今の段階で、はいはい、今は12節かな、はい、が終わって、そうですね、今は1位ですね、首位に来ました、はい、1
下からもうドーンとそうですね上がってきて、まだまだ試合があるね、なんとも言えないですけど、でもやっぱりこう去年は本当に苦しいシーズンだったんで、はい、まあ、去年 JFL に初めて上がったっていうところで、全国的なこう遠征っていうところやっぱ慣れてなかったっていう部分もかなりあったのと、はい、やっぱりうちだと選手が働きながらやってるんで、はい、すごいですよね、どのタイミングで休みを取ったら一番こうアウェーの試合のタイミングでいいのかとか、はい、そういうのとかもこう僕は分からずやっていて、やっぱりこうやっていく中でやっぱり負けた時に悔しいもあるんですけど、やっぱり街の方々がやっぱり落胆して帰っていくっていう姿が結構苦しいなっていうふうに思ってたんですよね、応援してくださって方々ともに、はい、今年はもう勝ってやっぱり嬉しいなって思うのは、やっぱりこう去年だと頑張りましょうねって言って悔しくてこうグータッチしたんですけど、はい、今年は多首位だねとか今日も勝ちましたねって言ってこう 帰られる方々が笑顔でやっぱりハイタッチをして帰れるっていうのは僕らとしてはすごい嬉しいなっていう、最高ですよね、思ってますね。今なんか順位表が、はい、はい、出てますね、まあ、暫定という形なんで試合数の関係で暫定という形なんですけど、はい、うんうんうん、19で、まあ、1位なんですけど、でもまあ見てわかる通りですね、すごいまだまだ団子状態 で、本当です、ね、これ1敗すれば全然5位とかにもあったりとか、うんうんうん、本当にここ2戦で今4連勝という形で首位につけてるんですけど、うん、あのもし4連勝せずに2連敗とかしたら普通に11位とかになった可能性もあるみたいな。あ、そうなんだ、はい、結構接戦なんですね。そうですよ、団子なんで、もう全然全然まだまだ安心できるような順位ではないっていうところはあるので、本当にこれからこうどれだけちゃんとこう勝っていけるかだったりとかっていうところを大事にしていかなきゃいけないなっていうところは、本当に今チームのメンバーとも話しているっていう形ですね。はい、楽しみですね。来週は、はい、来週、あ、違う、6月の次の試合ですよね、12戦。そうですね、12戦は大分、6月17日は大分でアウェーでですね、はい、今2位のチームですよね。ソニー仙台が2位なんで、ベルスポイントさんが8位チームですね。あ、8位チーム、はい、ここも強いチームでして、去年もかなり、ね、はい、いい成績残されているんで、ここもしっかり勝ちたいなっていうふうに思っていますし、勝ってもらいたいですね、はい、アウェーの地大分県まで、ただパートナー企業さんとも大分まで行くよって言ってくださる方もいらっしゃいますしありがたいですね。すごいですね。あ、本当だ。いや、なんかでも逆に見てる方が楽しいんですよね。そうですよね、この接戦のところがなんか うわっとこがあるかなみたいなので、はい、結構楽しみですね、はい、はい、あとなんかこう喜んでくださってるなって思うところで言うと、うん、あのうちのチームって、はい、草サッカーチームから始まったようなもんので、はい、あのうちの代表がサッカーサークル出身のメンバー で、うん、でそこから社会人になってもサッカーしてないというところ始まって、はい、でいわゆる東京都4部リーグっていうところから始まってですね、うんうん、で一個ずつ一個ずつ勝ち上がって今 JFL まで来ているので、はい、本当にこう誰最初に入るところが東京都4部なんで、そう河川敷から始まってですね、はい、一個ずつ上がってきて、はい、うん、で去年国立で試合をするっていうところで、その最初にいたメンバーとかまだいてですね。あ、そうなんですか。はい、すごい。うちの取締役なんかはもう本当に最初からいてですね、で今もこうプレーしてるっていう感じ出しなんですけど、河川敷で鳥肌が立っちゃったすごい。そうですよね、はい、まあ、その人の話を聞くとやっぱ河川敷でプレーしたら国立になっただったりとか、はい、家族、本当に選手の家族がたまに来るぐらいだったっていうところが1万6000人来たみたいなところで言うと、やっぱりこう本当にたくさんの方々と、で僕ら2027年世界一っていうところを本気で目指しているんで、本当にたくさんの方々と一緒に大きな夢を追ってるなっていう感じがあって、で今年しっかりこう J リーグに上がってですね、やっぱりこう皆さんと夢をこうまだまだ追い続けていきたいなっていうふうに思っていますね。はい、もうぜひあのなんだっけ、サポーターさんの方と、はい、なんかこう応援するときとか、なんかこうなんか決まり事じゃないですけど、はい、なんかこういうの今してるよとかいうのあるんですか。 ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そうですね、はい、僕はこの応援っていうところだったりとか、うんうん、スタンドっていうところの雰囲気醸成っていうところもちょっと今リーダーとしていろいろやらさせてもらっているところもあってですね、はい、まあちゃんとみたいなところをちゃんとあのチャレみたいになっちゃいましたけど笑うところだったね、ごめんね僕も自分で気づかざるを得ないまあ応援歌みたいなものがあったりした、はい、そういうのをこうちゃんと作ってるわけじゃないんですけど、うん、今一番盛り上がってるなって思うのが、
こう選手がこう写真撮影みたいなのあるんですよね、はい、試合前にこう肩を組んで、ね、こうやって組んでねみんなでやりますね、はいはい、あるんですけど、うん、あれでこう選手が去年からずっとこう5-4-3-2-1クリアソーンって言って大きな声出してこうやるってなったんですけど、はい、今年から声が出せるようになってですね、うんうん、これをこうピッチだけじゃなくて、うん、スタンドの皆さんとも一緒にやるようになったんですよ、はい、まあ、いいね。そうなんですよ、うん、まあ、アントニオ猪木さんと1-2-3だみたいな感じなんですけど、はいはいはい、お選手がじゃあ皆さんお願いしますって言って、うん、じゃあ一緒に行きましょうって5-4-3-2-1クリアソーンみたいなみんなで言うんですよ。そうするとやっぱり選手もこうすごい嬉しそうですし観客の方々もめちゃくちゃ嬉しそうで、うんうんうん、やっぱり試合こう選手とピッ、スタンドっていうところがつながってるっていうところ、これはつながりを大事にするクラブなんで、はい、そこから一体感を持ってやっていきながら、うん、やっぱりこう選手がいいプレーをした時とか、うん、熱いプレーをした時っていう時には、はい、やっぱりこう拍手だったりとか後押しができたりとか、うん、そういった形も作れてるっていうところもやっぱりこういったなんかこう選手が近いかつスタンドとこうつながり合ってる瞬間っていうのを作れてるからこそかなっていうふうに思ってますね。素晴らしい、なんかいいですねダーみたいなね。そうなんですよ、テンション上がりますね上がりますよね、見てる方もテンション上がるからね。そうなんですよ、ね、選手の方もやっぱり観客の人たちがわっていうとやっぱり聞こえるんですよ ね、 はい、プレー中にね。だからもっとアドレナリンバンバン上がるような感じがしますね、はいはい、やっぱりこのこうしてるっていうのは難しいなと思っていて、はい、この選手とこうスタンドってのはこうするっていう状態を最初に作ることによって、うん、やっぱりこのこうお互いでしんどい時に声かけられるとか、うん、やっぱ勇気を与えられるとかっていうところがやっぱりあるのかなっていうふうに思っていて、これが今いい形でできてるっていうところもかなりこう上位につけられてる理由、本当 1-0 で勝ってる試合が3つ続いてるので。そうですね、はい、3つですね3つ続いてるんで、はい、本当にこれはもうギリギリの戦いは完全にそういったつながりで勝ってる感じはすごいしますね、うん、素晴らしいチームです。本当にねサポーターさんもね一体化してねなってるチームだなって思うんですけどね、はい、また私も応援しに行きたいのぜひぜひ。あれですよね、ちょっとまだ早いんですけど、はい、7月に大イベントが、そうですね、はい、こういった形でやってるんですけど、はい、クリアソーン夏祭りって言ってですね、はい、うちの試合で初めて、はい、夜にやる試合でですね、うん、で僕らとしては面白いやっぱりイベントっていうところを作っていきたいなっていうふうに言ってていて、こうやって夏祭りっていうところで、はい、サマーナイトって書いてますけど、うん、話してやっていますと、はい、でまあこの見てわかる通りですね、はい、夏祭りのイベントをやっていきたいっていうふうに思っていて、はい、まあ特徴的なところで言うと、うん、浴衣とかジンベを着てくると無料で試合に来れるっていうものがあってですね、はい、女の子いっぱい来てほしいですねそうですね、やっぱり、ね、やっぱりこうユニバーサルスタジオジャパンのハロウィンナイトじゃないですけど、はい、クリアソンの試合のこういったタイミングはこういったこう着る機会になってもらえたら嬉しいなっていうふうに思っています、はい、そしてあとは乾杯イベントとかもやっていきたいなっていうふうに思っているので、はい、キッチンカーを10店舗ぐらい出してですね、うん、お酒にはおつまみとかもこう出したりとか、うん、はい、あとは輪投げだったりとか、はい、そういったものとかお祭りらしいこうブースとかも出店してですね、はい、本当にこのお祭りっていうもので楽しみながらですね、うん、選手を応援できるのそんな時間にしたいなって思っています。ありがとうございます。これは7月の、はい、何日ですか？23日ですね、はい、7月23日18時キックオフで、はい、西ヶ丘、北区にあるブランドなんですけど、はい、西ヶ丘っていう場所でやります、はいはいはい、でその時に、プレゼントもあるんですよね。そうなんですよ、限定で確か200枚限定だったと思うんですけど、はい、うちわのプレゼントがあってですね、はい、クリアソンの絵が描いてるようなうちわになっててですね、はい、それをこう持っていただいて、もうそうですね、応援とかに使ってもらっても嬉しいですし、はいはい、こう浴衣とかのね、はい、後ろに挟んでもらったりも可愛いと思ってて、確かに確かに、はい、そういった形でやってもらえたりとかして楽しんでもらえると嬉しいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これですね、こちらですね、はい、可愛い、結構可愛いと思うんですよね、可愛い、普通のこう夏祭りでこれ使っててもめっちゃ可愛いと思ってて、うん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 、いい可愛い、そうなんですよ、紫ってやっぱ可愛いですね。そうなんですよ、うんうん、目立つし、
そうなんですよね。私もぜひ行きます。ぜひぜひ。いいですか。はい、もしかして浴衣で。頑張ります。着れるかな。着ていこうかな。じゃあ着ていきますよ。嬉しいな。はい、あの何人か連れて行きます。はい、ぜひぜひぜひ。まだまだ多分こうたくさん浴衣の方々がいらっしゃっていければ、うんうん、毎年の恒例イベントになってどん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 それが増えていければ、うん、なんかここだけがこういわゆるそういったテーマパークじゃないですけど楽しい場所になっていたら、はい、僕らたちも嬉しいなっていうふうに思ってるんで、うん、そうですね、はい、なかなかねそういうのもないですもんね、はい、あとど真ん中に僕が映ってるっていうところもってきます、ね、もうちょっと広げてあげてください。それです、それで す, で す, です、はい、はい、いました。小林くん、はい、映っております。はい、いや本当にいろんな形でね、あの事業なさっていて、はい、あの働いてる方たちもなんか提案するのがすごく、はい、なんていうの、それを実行させるっていうことって結構大変じゃないですか、はい、それを実行して、皆さんにねこういろんな形で、はい、あの表現したりとかっていうのがすごいなと思いまして、はい、ありがとうございます、はい、そうですね、まあ、なんか一番はやっぱり楽しいっていうのがあると思っていて、うん、楽しそう、はい、やっぱりすごい仕事も楽しいですし、うん、やりがいもありますね。やりがいもやっぱりありますし、うんうん、なんかこう好きな人たちと、うん、本当に素敵な人たちと一緒にこう社会の課題とかを好きなものを使って解決していこうっていうものだったりとか、はい、やっぱりこうなかなかこう世の中的には無理無理と言われてきたようなことに対してチャレンジしてて、うんはい、それがちょっとずつちょっとずつ変わっていく様を今見てる状態なんで、それこそこう、うん、東北で4部とか、はい、関東2部とかっていうです、ねはい、世界一のサッカークラブになるんだとか、新宿で J リーグチーム作るんだみたいな話とか、うん、国立をいつか西の試合使うんだみたいな話の時にはですね、はい、まあ、当然の話なんですよ、もう僕らからしても当然そういった人がいた時に思うことは当然なんですけど、うん、無理でしょうみたいなやっぱ反応が多かった中でですね、うん、最近だとこう JFL まで来て、はい、国立でもう2回試合もさせていただきましたし、はい、で今首位に立ち、はい、で J リーグっていうところも少しずつ見えてきた状態ではあったりとか、うん、素敵なパートナーの方々がついてくださって、はい、一緒に戦ってくださってるところも見るとですね、はい、本当にこの夢をこう一緒に追いかけてくださってる方々が来てるというか、本当に何の言葉にも変えがたいぐらい楽しいっていうところが大きいんで、すごいですね。提案から実行までもちろん持っていかなきゃいけないなですね、はい、あのそんなねチームの方々と一緒にあのいろんなことをやっていくっていうあの企業さんを募集しておりますので、はい、あのこのラジオを見たらねぜひぜひ本当にたくさんの方たちと東京を盛り上げたいですね。そうですね、はい、やっぱり東京を盛り上げないと、うん、まあ、もっともっとこう日本っていうところをもっともっと盛り上げていきたいと思うときに、はい、東京全体、うん、ないしはこう全員で日本を盛り上げていって、はい、僕らは世界一のサッカーチームになるんで、そうですね、そういった時とかに一緒にこう盛り上がっていけるような存在になれば嬉しいなっていうふうに思ってますね。なりますなりましょう皆さんで、ね、あのサポーターの方だとかあと企業さんこちらの方にあのよろしくお願いします。あのクリアソンさんに直接ホームページで問い合わせしても全然大丈夫なの で、ね、はい、あのこのラジオ番組見たって言っていただければ嬉しいです。嬉しいですね、はい、本当にこういろいろな形でサポートしていただけて嬉しいんで、まずは試合に来てもらうだけでも本当に嬉しいですし、うちの選手だったりとかが戦っている姿、はいはい、あとはうちのこうボランティアで関わってくださってる方とか試合上でも関わってくる方めちゃくちゃ素敵な人多いんで、 そうですね、そういったところのホスピタリティとか見てもらうだけでもなんか僕らのこうことを少しというか好きになってもらう自信はあるんで、はい、ぜひぜひ来てもらいたいですね。そうですね、はい、っていう話をしてたらあと1分半で終わるんですけど、はい、1分半で終わっちゃうんですけど、あの子ありがとうございます。おありがとうございます。社長ありがとうございます。なんか去年もお祝いしていただいて今年までもうね55になっちゃったのもう本当にありがとうございます。お祝いしていただけるなんてそんな素敵なメモリアルの日に登場させてもらってありがたい。いや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 言ってなくて恥ずかしいねえありがとうございます。
社長ありがとうございましたしっかり入れていきましょう。はい、ありがとうございますで、最後もう一度、はい、クリアソンさんの宣伝をさせて、はいしてください。はい、ありがとうございます、はい、改めてになるんですけど、クリアソン新宿、はい、今年ですね、はい、23初のJリーグクラブとなってですね、2027年に世界一っていうところを本気で目指しているクラブです。はい、まあ、本当にまだまだなんですけど、はい、首位っていうところで今戦っていく中で、この、サマーナイト、7月の23日ですね、はい、18時キックオフの西ヶ丘、ここ、はい、で試合を力入れて、ここは集客頑張ろうと思ってるので来ていただけると嬉しいなっていうふうに思ってます。ありがとうございますね、それでは、ゆかねのハッピーライフリスタート、これで終わりになります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。社長、ありがとうございます。